マトリックス思考ですか。うん。今日ね、ヤマト君いるんですよ。だから、たまにヤマト君の声が入ります。まず、電気自動車なんですけども、電気自動車の普及は、思ったよりも進まないというふうな、もう結論が出ております。というのが、IT 機器っていうのありますね。パソコンとかスマホです。それから私の好きな暗号通貨。この辺の電気のね、消費量ってかなり激しいんですよ。赤ですね。赤が光ってる、録音の赤が。あの、これから10年で我が国だけでも電力の必要需要量っていうのが30倍になるんですよ。これ多くの人がご存じないんですけども、この上にですね、電気自動車の普及となると、電気自動車に回すための電力も必要になってくるんで、もうそもそも国民生活が維持できないんですよ。だって電力の消費量これから30倍ですからね。で、すでに今年の年末、東京では電気が足りなくなるというふうな恐れが出てきてるんですよ。ただいま原発は停止中で、こっそりと再稼働しているところが何箇所ありますけども、基本的には原発は動いてないんですよ。今度ね、総裁選が決まって、あの総理がね、決まった時に原発推進課とかになってくると、もしかしたら変わってくるかもしれませんけどもね。そうなった時に原発をさあ再稼働するぞって言っても、今度ね、原発を稼働したりとか廃炉にするための電力需要が今度賄えなくなってくるっていう風になってるんですよ。これから10年の間で30倍の電力消費量が考えられてる時に、果たして電気自動車ってその先あるのかなと思っちゃうんですよね。それからトヨタ自動車も雇用の維持ができないということでね、電気自動車にはあまり乗り気ではないと、うん、あとイーロン・マスク、テスラモータースも電気自動車400万台だったかな、そっからちょっと止まってるんじゃなかったかなと思いますよね。とにかく電気自動車って何が一番普及に足かせになってるかというと、ガソリンスタンドになるところがないんですよね。ちょっとこっち見といてくれる？よいしょ。まあ、だからね、多分できないんじゃないかなと思うんですよ。もちろん限られた台数で特権的に電気自動車の普及っていうのはあり得ると思いますけども、数十万台、数百万台っていうレベルでは成り立たないんじゃないかなっていうのが私の考えですね。